はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv のお時間です。ほぼ毎日人生に役立つ情報をこちら千葉県旭市 JR 日向駅から徒歩30秒ほどにございます手作りアクセサリーの店ラスター、こちらから全世界中に配信しておりまーす。ってことで早速本日のお題を読んでいきましょう。本当のスタートはゼロからではない、マイナスから始まるものなのだ。こちらを今から読んでいきます。私がまだ幼い頃は、スタートはいつもゼロから始まるものだと思っていました。始めた瞬間がゼロで、そこから物事を進めていくことで一歩二歩と前に進むことができるものだと思っていました。しかし実際はいくらやっても全然効果が現れていないことの方が圧倒的に多いことに気づきます。ゼロからのスタートであれば、初めてすぐ効果が現れてもおかしくはありませんが、実際はすぐ効果は出てきてくれません。例えば健康についてです。運動不足だからといえ、今日運動したから明日からすぐ解消されるわけではありません。毎日少しずつ運動を続けて、初めてほんの少し解消されるものなのです。勉強も同じく、今日一日だけ頑張れば、明日いきなり100点が取れるということもありません。テストで良い成績を収めるためには、ちょっと教科書をかじっただけでは何の意味はありません。日々の努力が積み重なり、初めて成績にほんの少し反映されるものなのです。すべてのスタートは、実はゼロからではなく、本当はマイナスからです。やってすぐできるわけがない。やってすぐ効果が現れるわけではない。これらはおかしなことではなく当たり前であり普通なのです。スタートはいつもマイナスから始まるものだからです。マイナスからのスタートですから、初めは何の効果もなく意味もないことのように感じられます。運動、練習、勉強などどれをやっても最初はなかなか効果が実感できません。スタートがマイナスから始まっているからです。それを習慣として毎日コツコツ積み重ねることで、初めてゼロへたどり着き、そうしてやっと効果が出てくるものなのです。マイナスとはいえ、見えないところで少しずつ効果は出ています。表面には現れませんが、水面下では着実にマイナスから這い上がってきているため、そこですぐ諦めないことが大切なのです。今日の格言、スタートはゼロからではなくマイナスから始まるものだと考える。確かに、なるほどね。例えばダイエットとかもそうかな。見た目にはわからないが、実は体脂肪が減っているとかそういうのもありますからね。そこで諦めないで続けること、まさに今この減量中の俺にはぴったし。だけどラーメンが食べたい。食ったら食った分動く。バランスよくいきましょう。ということで今日も勉強になりました。ありがとうございます。またね。